ケモンソルジャーの A0 です。ザイです。今回は青の円盤の新要素の概要をまとめた動画となります。今回の内容のそれぞれの詳しい考察はまた別の動画で話すので、今回はあくまで基本的な情報だけをおさらいしていきたいと思います。今回の動画を見ておいてもらえると、青の円盤の新要素がざっくりと分かってもらえるのと、後日の動画が分かりやすく見てもらえるかなと思います。あとネタバレ要素を含む動画となるので、まだ青の円盤を遊んでなくてネタバレを気にする方はぜひともご注意ください。では早速本編やっていきます。まず一つ目、青の円盤で新しく解禁された過去作のポケモンたち。めっちゃいっぱいいたよね。まあ、中には対戦でめっちゃ強そうなポケモンもいっぱいいるけど、なこいつ内定して嬉しいなみたいなのいる？好きなやつだと、ジャロータとか。まあ対戦でも強いしな。俺が好きなムーランドはいませんでした。旧世代で品か。その対戦で言うとやっぱ一番ガチ勢が震撼してたのはポリツーでしょ。ちゃんと来たな。逆に内定してないポケモンでイメージあるのだとカプ系とか。カプ系はとりあえずいないし、 UB もいないし、あと6世代の金殿組もいないんだよね。まあゲームバランス考えてなんだろうなーってのは、特にコケコとか、あと多分テラスのゼルネとかテラスのジガルデとかがクソ強いっていう判断なのかなーってちょっと思うけど。じゃあ次、新ポケモン、まあ、緑の円盤でもヤバソチャとか暁ガチゴマとかいたけど、青の円盤でも新ポケモンが最終進化系で7体。いっぱい来た感じじゃないな。でも緑の仮面の時よりさめっちゃ強くね。ああ強いね。種族値がすごい。みんなトモッコよりかは強いか。個別に詳しく話す動画はまた撮るんですけど、まあ、1体ずつ種族値とかチラ見していこう。まずブリジュラス、まあ、600族なのはすごいね。カルデアのポケモンってさ種族値を下げたりしてさ効率のいい種族値になるようにさ、ドドゲザン、キリキザンの S 下がってたり。でもブリジュラスはジュラルドンの種族値より低くなってるとこないよね。まあ、その結果ちょっと無駄なところはありそうだけどね。そうだね。 A105 ってちょっとなんか今の600族感ないな。で次、カミツオロチ。カミッチュの進化系あんま強い気しないな。特性が食いしん坊から再生力に変わってて、物理耐久自体は高いからサイクルできると見せかけてタイプは弱い。とりあえずテラスしないと話になんない感がすごいんだよな。専用技の気まぐレーザーがもともと威力80だけどたまに威力2倍になると。何割かまだ出てないよね。出てないね。とりあえず1割とかだとさ、なんか急所に当たりやすいとかとあんま強さ変わんないじゃん。30% は絶対欲しいよな。低く見積もっても30は欲しくて、 50% 未満だとまあまあ普通の技かなっていう。ドラゴン技だしね、なかなか気軽に打てる技でもなさそうだし。ガンガンぶっぱしまくるみたいな環境は羽ばたく神がいる限り起きえないかな。次がタケルライコ。これはね事前で発表されててね、陣雷が電気版不意打ちで強そうみたいな話はしたと思うんだけど、まるっきり特殊の電気版不意打ちだね。独自的にも不意打ちやったら嬉しそうな感じじゃね。 S がまあ低めで C 高くてみたいな。実質種族値的に考えたら結構高いよね。めっちゃ強そうなんだけど種族値配分。めっちゃ強そうだけど電気ドラゴンだとめっちゃ弱点疲れるよね。だから、まあ、結構テラス切って戦いたいポケモンなのかなっていう気はするけど、まあ普通に強そうだな。じゃあ次、うがつほむら。あれだね、発表されてなかった三剣のパラドックスのエンテイだね。見た目めっちゃかっこよくね。いやマジす、豪華すぎだろこれ。種族値もすごくない？種族値イカれとるこいつも。めちゃくちゃ強いよな。なんかトドロク付き感あるな、どっちも。そうね、トドロク付きより巣のタイプが強いもんね。あそうだね、硬くてまあ AS はまあ高すぎない低くないみたいな。ブーストエナジーで好きなとこ上げれそうだよな。もうマジで好き放題。専用技火炎の守りがキングシールドの火傷させる版、変化技は通ってしまうらしい。なんか最初トーチカって聞いてたから最強やんと思ったけど、そこはちょっと惜しいのかな。次、鉄の頭。事前に発表されてたポケモンだよね。事前の発表されてた PV とその予想してた性能で欲しいもの全てあるくない？ただタキョンカッターがさ威力50なんだね。まあドラゴンアローと同じってことで技自体は結構揃ってる感は。あと素早さも水裏押せにまで、まあ、いけますよと。だから鋼エスパーっていうタイプを活かしてる。環境的にエスパーめちゃめちゃきついから、悪とゴースト強いの多すぎてそれは厳しいところではあるけど、想像を超えるほどの強さはないけど想像を下回ることもなかったから、
まあ、こんなもんよねっていう。次、鉄の岩尾。これ名前おもろない？岩尾。見た目もなんかヒードラみたいじゃん。タイプが岩エスパー。仕方ないけどクソ弱いな。まあ予想はできてたけどやっぱそうなんだ。種族値もどっか秀でてるわけでもない。確かにエースは高いけど、なんか早すぎるわけじゃないというか、上には上がいるから中途半端だね。専用技がパワフルエッジ、守る貫通。あ、ただ岩技で命中100だし威力も95って結構高めなのは嬉しいけど。うん、使いやすそう。岩ポンといい、コイスといい、なんか命中安定効果力使うやつが増えてきたな。ステロ挑発とかあるけど、わざわざこいつなのかなっていう、ちょっと違う気するな。最後7体目がテラパゴス。これはもう今回の青の円盤の顔ですけど、フォルムが3つあるんだけど、ノーマルフォルムは基本的に対戦で見ることはなくて、場に出すとテラスチェンジっていう特性で、テラスタルフォルムに変わるから、対戦で使うときは合計600族だね。でこれは伝説の立ち位置なんだよね。そうだね。フレンド対戦で特別なポケモンなしのルールで挑戦しようとしたら、カヨウガと同じく弾かれたから、まあ、合計種族値600だけど、まあ、ジガルデみたいなポジションなのかな。ああそうだね。で特性がテラスシェルで HB 満タンの時に受けるダメージを全て今一つにする。すんごいこと書いてある。マルチスケールはダメージを半減するだから、抜群を等倍にするっていう特性だったけど、これ格闘技で弱点つかれてもその場合も今一つにするわけだから、弱点つかれたら4分の1にするってことだよね。そうだね。ってことは上位互換。まあでも半減の技を丸付け食らったら4分の1にできるわけだから。でもノーマルは半減ないから、まあまあそうだね。ノーマルから見たら上位互換かな。新しいテラスタイプのステラテラスをするとステラフォルムにフォルムチェンジして、合計種族値が700になると。なんかディンルーよりちょっと柔らかいぐらいの耐久力。特性がゼロフォーミングで天気とフィールドを全てなしにする。だからテラスしたら、その元のテラスシェルっていうマルスケのほぼ上位互換みたいな特性がなくなるわけだから辛いよね。そう、それがちょっとなんかしょっぱいなっていう感じがしてて、一回テラスフタルフォルムで殴った後ステロフォルムになるみたいな順番をやんないとテラスシェルが活かせなくて、しかもこいつ回復技とかないからね。そうね、ジガルデと同じで食べ残しに頼る感じだよね。あんまり強くなさそう。特に伝説環境だとね。そうだね。こいつが順伝とかだったらめっちゃ強いんだろうけど、まあ、それはもう最高ポケモン。じゃあ次、新しく登場した技マシン、まあ、めっちゃいっぱいあるんだけど、特に注目の強いやつ、まあ、数個だけ話しましょう。一番話題になってんのは間違いなくマスカーニャのトリプルアクセルだと思うんだけど、影響力は結構ありそうだけど、これでどれぐらい評価伸ばす？まあ強いとは思うけど、トリプルアクセルってねクソ不安定な技だからね。冷静に考えてみたら3回当てる確率 72% とかだから、そんな甘くないですよっていう気はするんだけど、まあでも海流一強をなくしていくっていう意味で、まあトリプルアクセルがこうやって配られたのは、まあ、いいことなのかな。パオジアンには配られなかったので安心。はい、安心です。あと発売前に大騒ぎしてた呪い。神もサブゴもカイリュウもディンルーも誰も覚えなかったね。マジで何のためみたいな。使ってめちゃくちゃ強いみたいなやつ、正直一匹もいなかった気がするから、恐れてるようなことはなかなか起こらなかったね。バランス考えてたんだなっていう感じです。これもまた別の動画で詳しく全ての技マシンについて話すのでお楽しみに。次が青の円盤で登場した全く新しい技、7種類来たんだけど、この中で一番対戦で見ることになりそうな技は、メインで使えるのが、まあ、ハードプレスぐらいしかないから、他はなんか面白い効果がついてる代わりにデメリットがあったり、他の技の方が基本的に威力が高かったりするから。ハードプレスも握りつぶすと効果が同じなんだったら最大威力初っ端は120だよね。鋼打点としてはかなり高い方だから、鉄の輪立ちとかハードプレス使うのかな。アイアンヘッドとか使うよりかはハードプレス使うことになりそうな気はするね。では最後、青の円盤の目玉要素のステラタイプについて、これもまた別で詳しく解説や考察の動画を上げるんですけど、発売日にアゼロさんが頑張って調べた結果は分かった、詳しい仕様について話していきたいと思います。まずステラタイプの仕様として、全てのタイプをそれぞれ一度だけ強化する。かかる倍率についてなんですけど、元タイプと一致してる技は、タイプ1補正が2倍になる。今までの一致テラスタルと倍率同じだね。次、タイプ不一致技、これの補正が 1.2 倍。ステラテラスをした状態のポケモンがテラバーストを打つと、テラバーストの威力が100に変わります。それに加えてタイプ1補正が 1.2 倍になる。
まあ、ただ2回目以降のテラバーストはこの 1.2 倍補正がなくなるんだけど、威力100のテラバーストを2回目以降打ち続けられるよって感じだね。このテラバーストの仕様としては、相手のテラスタル状態のポケモンに対しては必ず抜群をつける、テラスタルしてない状態の普通のポケモンに対しては必ず全て等倍を取れる、代わりにテラバーストを打った後攻撃と特攻が1段階ダウンする。しかもこれ相手がテラスタルしてるしていないに関係なく AC が1段階下がるから、もうめちゃめちゃ使い勝手のいい技みたいな感じで使えるわけではないね。で、防御側のタイプ相性として耐性は元タイプと変化なし、ステラタイプの弱いところかな、防御面でテラスタル切るっていう行動ができないからね。これに関してどう対戦で使っていくかとか、ステラタイプがどういうポケモンと相性がいいかとかはまた別の動画で話していきたいと思います。はい、ということで青の円盤の新情報を、概要をおさらいしてきました。新情報多くて話すこといっぱいやね。まあ新情報なんてね、いっぱい来てくれた方がいいに決まってるからね。それぞれの情報を個別で詳しく動画にするので、まあ、ぜひそちらもねチェックしていただけたら、これからのポケモン対戦に生きてくるのかなと思います。これからもポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。お願いします。